焼けてますいい音だ。今年も粘土作りやっていきます。去年取った粘土です。このままだと木の枝とか小さい小石とかがいっぱい入ってるので取り除いていきます。お疲れ様です。はい、お疲れ。やってますね。やってますよ。一人だと退屈だから。そうだよね話し相手がいるの。話し相手マストだわこれ。親指がつりそうになるこれ懐かしい感じ。久々に使うよこの筋肉。はい、とりあえず これは円筒筒型土器という細長いまっすぐのを目指しております。指でボコボコしてるのを鳴らします。よし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 よ。でかい、めちゃめちゃでかいです。30センチぐらいはありそうだなこれ。じゃあ縄文をつけます。久々やこれ。こんな感じでつけていきます。2段目大半を覆ってるのが縄文で、上は二重に線を描いてみました。ちょっと紐っぽい感じにも見えますね。シンプルで美しい、今までにない形。焼けてほしいこれは。お願いします。パンパパ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 ンパパ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 ンパパ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 パンパパ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 ンパパ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 ンパパ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 パ。
おい、よし、よし。ケビッタイタ。ああ、整形が終わりました。よし。できました。じゃん。ちょっと暗いか。できました。ほい。かっこいい。かっこいいぞ。煮炊き用土器8号の完成です。品紹介です。こちら門の7号土器です。まあ、全体に、縄文を巡らせまして、はい、上だけ縄をイメージしてこう石口をね、はいはいはい、シンプルなデザインになっております。いいですね。はい。そしてこれは城さんの8号ですね。はい、渦巻き文様にチャレンジしてみました。なかなかこれは力作ですよ。これはこれは本当に焼けてほしいというのと、これは別の動画になりますが、煮炊き用土器9号です。先が尖った剪定土器というのが昔縄文時にありまして、それをちょっと再現してます。そしてコラモンのちょうどお茶碗サイズです。はい、お茶碗といってもご飯のお茶碗じゃなくて、これは、縄文茶道をやる時のお茶碗でございます。はい、茶道経験者ですからね、門はね。今回のラインナップはこの4種類。いやー、焼けてほしいですね。全員焼けてほしい。全員焼けてほしいな、マジで。じゃあ頑張っていこう。頑張ろう。よろしくお願いします。お願いします。いけいけいけ、いけ、ああ、いけ、いけ、ゴール、いけ、そうだ。しゃこい、しゃこい、いいよ。
4回かかりやすい。だから入り口がこっちが内側が、ああ。30分経ちましたので焼いていきましょう。よいしょ。よいしょ。どれ行った今。茶碗死にました。茶碗、そんな割れ方ある？茶碗死んだ。めちゃくちゃ怖えんだけど。やべえわ。結構飛んだよ。危なかったな今の。びっくりした。うわー割れた茶碗が。茶碗だ。あ、ちなみに7号も割れたわ。でも全部じゃない。何この割れ方。でも致命的ではない。まあね、使える。うん、まあとりあえず焼こう。上まで行こう。お願いします。よしよしよし。剪定の中がだいぶ赤いです。ちょっと伝わらないかもしれないけど、だいぶ赤い。もうこれそろそろいいかもね。あ、焼きすぎて割れちゃうパターンもあるもんね。そうだな。このままあとじゃあ冷めるまで待つか。そうしましょう。はい、じゃあどうなってるのか。お願いします。お願いします。おじいさんみたいな体勢になってますけども。はい、これのコンコンタイムお願いします。焼けているのか。はい、いきます。はい、じゃあ剪定からいきます。はい、剪定9号。お、音はいいですね。音はいい。はい、音は良くて、まあ今の見えるタイミングでちょっと口の部分にでかい。でも下まで行ってないんじゃないかという希望がある。はい、そして、渦巻き8号。はい、いきます。はい、おお、成功でございます。この響き渡る音色いいですね。じゃあ7号さん。はい、いきます。お願いします。いいえ、高い、ね、高い。もうめちゃなんか一番高いかもね、今までで。鉄みたい。熱いだろ。そこがちょっと割れたか。あー、そこにちょっと亀裂が入ってるね。あー、まあでもこれ前もあったよ。これ許容範囲ね、うん、これ目止めでいけるやつだよ。よいしょ。上は下も大丈夫です。あ、下ないね。全くと言っていいほどない。これ完璧なんじゃねえか。完璧だよこれ。すごい。素晴らしい。素晴らしい。8号は大成功です。よかった。6号と比べてちょっと大きい時ができました。やった、ほぼ成功でしょこれは。ほぼ成功だろこれは。やった、よし。レベルアップしました。レベルアップしました。嬉しいね。嬉しいね。よかったよかった。これで美味しいもん作ろうね。美味しいもん作ろう。